東武バスウェスト、大宮営業事務所大宮担当の、ON ライナー大宮の路線車両、現在は、助席済み東武バスウェスト、大宮営業事務所は、埼玉県埼玉市北区吉野町2の212に、位置する東武バスウェストの営業所。岩月営業所、天沼営業所、揚げ尾営業所の3営業所を参課に持ち、営業事務所全体として、JR 京浜東北線。 宇都宮線、高崎線、東武野田線、沿線地域を所管する。大宮営業事務所単独では、埼玉市西区、北区、大宮区、見沼区を起終点とする路線を中心に所管しており、埼玉市浦和区、上尾市にも路線が伸びている。営業所もよりの停留所は住所にちなみ、吉野庁舎となっている。大宮駅東口から上尾駅東口まで急。 中線道沿いを通る、東営業所の使用路線である。始発は5時10分台、終車は25時台と運行時間帯が長く、日中でも10分間隔で運行されており、往復ともに深夜バスも運行している。かつては、上尾駅を越えて、上尾車庫までも運行していたが、2008年4月1日をもって廃止となった。大宮駅東口と天沼地域を結ぶ、 循環線である。現在はすべての便が半時計回りでの運行している。5月24日から大宮区役所経由にルート変更される。平日日中は毎時3本程度を土休日日中は毎時4本の運行である。天沼営業所の近くを通るが大宮営業事務所単独で運行している。中町、吉木一丁目バス停は5月24日に廃止。 大宮駅から産業道路を通り、吉野庁舎港を結ぶ路線である。2008年4月1日の改正により、運行本数は激減し、平日3本、土曜、休日2本となった。大宮駅赤、芝間は、大51.53と重複する。赤芝より、旧中線道から分岐し、旧中線道と産業道路の中間にある市道で植えたけ、上竹。 前原地区を経由し、宮原駅に至る。主力は、O61 で、朝ラッシュ時は4分に1本程度、日中でも、毎時5本程度の運行である。サッチ自動車止まりは、朝日カーメンテナンス、大宮サッチ工場の敷地に隣接している車庫への、出入庫運行も多い。O69 は、大宮駅とシティハイツ3強を最短距離で結ぶ、系統で、 日清公園を経由しないことで、O61 と乗客を分離させ、混雑を緩和させる目的で運行される。日中は、毎時一本程度だが、朝ラッシュ時は、本数が多くなっている。O68 は、串引き中央から三共総合公園へ向かう路線。平日日中はほとんど運行されず、土休日ダイヤの方が本数が多かったが、2017年4月24日の、 ダイヤ改正で増便され平日も毎時1本程度運行されるようになった。東大12は朝ラッシュ時は6分に1本程度運行され、日中でも毎時3本程度運行される。原子団地と小山大団地と通る。東大11は小山大団地の中を循環する系統だが、朝日自動車と競合する区間でもあり、本数は朝夕数本のみである。宮ヤ四は 平日の朝一本のみ。路線の大部分は、朝日一同車勝負営業所の上尾駅東、大宮駅線と重複しており、それ以外の部分も入社トルなどの交通機関があるからか、平日朝一本、夕方一本のみの運行である。宮01の原子団地巡環は、平日朝一本のみの運行。宮06の工業団地巡環も、朝夕のみの運行。朝は、 工業団地東先回り、夕方は緑地公園先回りで運行する。ちなみに夕方は一本のみである。宮原駅西口から新大宮バイパスを越えて、別所団地や奈良団地、埼玉市立大宮北高等学校周辺へ向かう、循環路線。奈良中央から、先の循環部分を左回りで運行する。京浜急行バス京浜等営業所と共同運行。 日の自動車の車両が大半を占めるが、2002年頃から、再び、イスズ車が投入されるようになった。ちなみに ON ライナー専用車は、専用のカラーリングを施されていたが2008年に前輩、全廃、二代目セレガからは、東部グループ観光、高速バス共通デザインを採用する。なお、ON ライナー向けのセレガでは、行き先表示の書体に総書体を採用する。 2016年1月下旬により、新型ブルーリボンを導入し、初期型エルガを淘汰している。AB 正式な名称は、赤芝、大宮中央総合病院入り口平日のみの運行のため、事実上同年3月28日に廃止となった。ありがとうございます。